どうもこんにちは、F2 の鈴川彩子です。本日はこちら、亀田製菓のハッピーターンノーマル味、チーズ味、期間限定メープル味を紹介します。はい、こちらのハッピーターンはですね、亀田製菓の中でも超人気シリーズでございます。こちらのね、ノーマル味、これはいわゆるハッピーターンなんですが、なんと今回私も初めて見ました。チーズ味、そしてなんとメープル味っていうのはね、一体どんな味でね。そしてこのノーマルのはですね、このパウダーキャッチ製法、やっぱりそのハッピーターンはこの周りについてるハッピーパウダーがね、やっぱり売りというか超人気でね。じゃあ早速ちょっとこの3種類を、はい、食べてみたいと思います。はい、ではまずはこちらのノーマルの通常のハッピーターンを、はい、開封。おー、もうこのいい匂いがしてますよ。この小分けになってるのが、またそのハッピーパウダーがこぼれ落ちなくて、これは本当にね最高なんですよ、この小分け。じゃあ早速ね、いただきたいと思います。もうほんとね、なるべく素手でも触らないようにして、いかにパウダーを落とさないで食べるかっていうのがね。ほんとにね、この香ばしい、おいしいです、これはほんとに。はい、ではそして次はこちら、チーズ味をいただきたいと思います。さあ、初めてだ、これも。おお、通常のハッピーターンにそのままプラスチーズって感じです。はい、お、これはね、またね、包み紙がちょっと違いますね。青ですね、これは。通常のはオレンジなんですが、続いていただきたいと思います。これがね、パウダーキャッチ製法です。さあ、では初めてチーズ味いただきます。チーズだ、これは。なんかかなりコクのあるチーズ味ですね。うん、普通のハッピーターン好きだったら絶対これはね、うん、好きだと思います。チーズが苦手でなければ。うん、美味しい。あー、もったいない、縁にパウダーが、ビニールの縁にパウダーが。さあ、そして最後はこのちょっとどんな感じか全く想像のつかないメープル味をいただきたいと思います。え、結構どうなの、しょっぱいんですかね。オープン。おお、結構普通のハッピーターンのまんまな気がします。あ、あ、でも違う、メープルだ。よく嗅いだらすごいメープルだ。こちらも包装紙の色がね違います。何色っていうの、赤かな、これは。いただきます。甘い、メープルだ。おせんべい自体の香ばしさとそのメープルのね味がなんかいい感じに。これ結構お子さんとか多分、うん、まあ結構ハッピーターンはね、小さい子からお年寄りまで人気ですが、メープル味かなりお子様にも人気出そうですね、これは。ほんと不思議な感じです、初めて食べた。はい、ということでですね、ハッピーターン3種類食べてみましたが、もうやっぱね、この普通のハッピーターンはもう安心の美味しさ、安定の美味しさ。はい、そしてこちらこのメープル味は、これはもう新しいハッピーターンですね、まさに。ちょっとほんと新感覚で、他のお菓子でもなかなか食べたことがないこの甘さとしょっぱさの融合。そしてこちらのチーズ味、これもね、またすごい美味しい。これは結構お酒のおつまみとかに、はい、かなり合うんじゃないかなと思います。ハッピーターンファンの方、ぜひ皆さんも食べ比べてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、亀田製菓ハッピーターンのノーマル味、チーズ味、期間限定メープル味でした。ありがとうございます。ハッピーハッピー。